誰よあんた。ヘルバ。戦闘拠点を提供いたしたく。絶叫する風門の宿命状までご足労願いたし。呼ばれたんだ。どういうこと？ヘルバ。びっくりした？暇人っていう方が暇人なんだぞ。ねえねえ、怒った怒った司君のためでしょ。仲良くしようよ。あんたに誰それのためとか言われたくないね。キャー、怖い。あたしさ、やっぱあんたのこと嫌いだわ。だからこっちの方が強いよ。さあね。決めた。手加減なしね。来たか。帰ろうかと思っているところだ。何を今さら。私が行って何になる。それは分からん。ヘルバの思惑なんぞ分かるはずがない。確かにな。それでも行くと。ああ、分からんな。なぜそこまで司に。 BT、 きっかけは司だが、これはもう俺自身の問題なんだ。代償行為だと前に言われた司と関わることを。私を責めているのか。違う、逆だ。逆？ありがたかった。人との出会いには意味なんかない。その後から意味を見つけていくのは当事者の仕事なんだ。それを教えてもらった。私は利用したいと思ってた。今だってそうだ。ここで意味だのなんだの見出そうとは思ってない。だからさ、それで十分じゃないか。行くだろ。ザ・ワールド始まって以来最大のイベントと言っていい。行かなきゃ損だ。同じパーティーで参加しないか。思い出した。ん？あんたのそういう口の聞き方に騙されかけたこと。いつ？初めてオフで会った時、てっきり。ん？てっきりなんだ。なんでもない。そんな顔をするってことは司はまだか。どうする？参ります。しかしな。足手まといにはなりません。違う、待っていた方がよくはないかと言っているんだ。安全もリアルでの安全だって保証はできない。関係ありません。そうか。
私は司に関わろうと決めました。だったら余計司と司の周りのすべてにです。私はずっとクリムや銀冠や騎士団に守られてきました。他にもいろいろな人に助けられて迷惑をかけてきました。だから今は司を守ってあげたい。いいえ、守ってあげたいなんて傲慢ですね。すべてを見ていたい、そばにいさせてほしい、そう思うんです。参ります。少しはレベルアップもしましたし。強くなったな。いや、ちょっと違うか。居場所を見つけたんだ、スバルは。先に行ってろ。こう見えて頭脳派のクリム様だ。仕込みを済ませてから行く。はい、クリム、ありが。ちょっと待った、それはまだ早い。これからだ、赤い稲妻クリムが本当の進化を発揮するのはな。熱くなっちゃってさ。熱くて悪かったな。かっこ悪い。1人冷めてんのがかっこいいって思ってんだったら、そっちの方が大間違いだ。あんたゲームに期待しすぎ。私が期待してんのはゲームじゃない、人なんだよ。うひゃ、わかんないな、その熱さ。友達いないでしょ。ナイスツッコミだと思ってんなら大間違い。それにもっといいもんあるもんね。え、うん、どうしよっかな。どうしてほしい。やめとく。邪魔したかな。あのね、よかったね、仲直りできて。おかげさまで。喧嘩を売ってるならお門違いだぞ。そっちにとっても得策じゃない。3対1ってこと。そんな場合じゃないってだけだ。敵の大きさを考えろ。敵ね。ひめ、一抜けたっと。何？ニョン。あっ、キュン。あいつ敵に回るってこと？うん。来てくれたか、ありがたい。待ってくれ。何をそんな。ごめんなさい、
何もしないで。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。おい、叩かないで、痛くしないで。叩きはしない。誰がお前を叩く。俺はお前の敵じゃない。嘘。嘘じゃない。いつもそう言うんだ。お前のためだ。お前が悪いから。司、怯えるな。顔を上げろ。胸を張れ。スバルのように。スバルなら恐れたりしない。スバル。そうだ、スバルだ。だからここに来たんだろう。僕はスバルじゃない。スバルみたいにはなれないよ。司、誰にもしたことのない話をしよう。スバルの話だ。産っぽさが滑稽なほどあらわで、ゲームのマナーも常識も自分を守る術さえ知らず、そのくせ一日に何時間もずっとアクセスしているプレイヤー。それが俺が出会った頃のスバルだ。俺がどうしたいと尋ねたら、彼女はここにいたいと答えた。彼女が自由に出歩けるのはザ・ワールドだけだからな。歩くこと、走ること、自分が望む場所に一人で向かうこと。スバルは4年前からそれができない体だ。現実逃避というやつもいるだろう。自己満足、欺瞞、憐憫。しかしな、スバルはそれとは違う。なぜだかわかるか。責任を取ることができるからだ。責任。スバル。何の。自分のだ。こっちこっち。スバルは逃げない。立ち向かう。体のことを話したのは一度きり。体調を崩して約束を守れなくなった時だ。それもこれから病院に行くと、それだけだ。俺が重ねて尋ねなければ何も語らなかったに違いない。逃げるな、司。お前はすでに関わってしまったんだ。ザ・ワールドやスバルや俺や大勢の人間に関わり抜け。責任を取れ。僕は不満を感じているなら口に出せ。不安にとらわれているなら怒りに変えろ。そうでなきゃ世界は、お前を取り巻く世界は変わらん。スバルが待ってるぞ。キー・オブ・ザ・トワイライトなんだろう。どうやって使うんだよ、これ。待たせたな。あとは司か。時間はまだあります。来るかな。来るよ、絶対来る。ほら、金冠。どういうわけだか、ヘルマからのメッセージが俺のところへも来た。ずいぶん迷ったんだが、俺も。金冠、お前が守りたいものは何だ。スバル様を。それがはっきりしてるなら、それ以上何を言う必要がある。
さっさとこっちへ来い。いいのか。私からもお願いします。ただしスバル様はやめてください。ああ、かといってスバルチンなんてのはもってのほかだぞ。お前に言われる筋合いはない。だからそういう物言いがいけないんだって。これがヘルバゲート。ナシャン、真実を知ろうとするならば、それを受け止めるだけの勇気も必要だということを分かっておろうな。ナシャンって何それ。アンヌーン、俺の好きな小説の一節だ。それなら俺も高校の時に読んだ。ウィドの言葉にナシャンは無言のままで大きく一歩を踏み出した。続きは確かそんなだ。印象的な場面だから覚えてる。アンヌーンとは異界という意味だったかな。へえ、みんな読んでるんだ。ペアも知ってる？ん？ああ、ここぞという時に口にすると腹が決まる。俺専用の呪文みたいなもんだが、このゲートの向こうに何があるか、今の俺たちにふさわしいセリフだと思わんか。真実を知ろうとするならば、それを受け止めるだけの勇気も必要か。ヘルバゲートが開いてる時間はあまりない。行くぞ。あ、向こうで会おう。スバルが来ると思ってるのなら、あいつはきっと来るさ。